日本関東地方東京都足立区足立足は東京都足立区の町名。現行行政地名は足立1丁目から4丁目。全域が住居表示地区である。郵便番号は120015。東京都足立区の南部、綾瀬地域に属する。地域の東端に東部伊勢崎線小菅駅があり、同じく東部に JR 常磐線と首都圏。 新都市鉄道つくばエクスプレスが通る。また、地域の西端には、国道4号が通る。地域の北端は、東武伊勢崎線五端の駅にも近接している。一丁目に、足立区立千住第五小学校、足立一郵便局。二丁目に、東武伊勢崎線小菅駅。三丁目に、足立区立五端の小学校、足立三郵便局がある。東は、西綾瀬。 葛飾区小菅、西は梅田、南は千住、北は中央本町と接する。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、足立2の13の5の地点で21万4千円、平方メートルとなっている。大正時代に荒川放水路が改作されるまでは、この地域は荒川南岸の千住地区と地続きであった。それまでのこの地域には、 東部が綾瀬村大和渡る五郎神殿、西部が千住町に分かれており、放水路の改作後も、旧千住町側住民は、千住に、旧綾瀬村住民は、渡る五郎神殿への帰属意識が強く、1964年の住居表示の実施に向けての町村合併は極めて困難なものであった。しかし当時の大官田ただし、A、区議会議員が、新事業に向けて、 旧来の町村意識を変え、南足立郡の一つ、家族として足立を町名にしよう、と住民らを説得し、合意を得たという。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。 ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。AB、足立区の町定別の世帯と人口。足立区。2017年12月7日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2017年12月7日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、区立小中学校の通学区域表、通学区域図。足立区。2017年12月7日閲覧。学校選択制度について。足立区。2017年12月7日閲覧。小学校の学校選択制度の改正について。足立区。 2017年12月7日閲覧、ありがとうございます。